十二丁方水峡公園オニバスの池のオニバス。2017年9月4日撮影。十二丁方オニバス発生地とは、富山県氷見市にある関湖十二丁方水域の一角にある国の天然記念物に指定されたオニバスの生育地である。十二丁方富山市十二丁方の一オニバスは、アジア原産の水田化の一年層であり、水面に浮かぶ円形の葉の直径が2メートル以上に、 成長することもある巨大な不水植物である。不要の表面や水中の茎などに大小の棘が多数あり、その恐ろしい姿から地獄の釜の蓋とも称されていた。オニバスはかつて日本国内の各所で見られたが、12兆型のオニバスは他の生育地のものと比べ幅が大きく、発生数も際立って多かったことから、1923年3月7日に、 国の天然記念物に指定された。十二町方は、オニバスの発生地として、近隣では、古くより知られており、十二町方といえばオニバス、オニバスといえば十二町方とまで言われていたが、周囲の環境の変化により、1979年からは、自然発生が確認されなくなり、一時は絶滅したものと考えられていた。ところが2005年、天然記念物指定エリア外ではあるが、 同じ12町方の水域で4株のオニバスの自然発生が26年ぶりに確認された。その後も自然発生は増え続け、2008年には葉の直径が2メートルを超えるもの130株が確認されるまで回復しているが、天然記念物に指定されている水域での自生は確認されておらず、地元住民ら関係者により指定地域内でのオニバス再生に向けた研究が、 続けられている。また、隣接する十二町方水橋公園の一角にある、オーニバスの池では、オーニバスの育成保護が行われており、毎年8月から9月にかけての開花期には巨大な、歯と花を観察することができる。1953年4月撮影の空中写真。この時点では、上流部からマンゴ側が十二丁方へ直接、流入している。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1975年8月撮影の空中写真万尾川は12丁型と分離され赤湖南岸と平行に流下する形に河川改修され12丁型内の水面は水草が生い茂っている国土交通省国土地理院地図 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2009年4月撮影の空中写真。12町型周辺は12町型水橋公園として整備された。赤色の枠で囲んだエリアが天然記念物指定水域。青色で囲んだ部分が公園内に設けられたオニバスの池。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。十二町方は、氷見市を流れる、富津つ寺川、及び万美川の下流域にある石湖で、同志市街地の南西方向に位置している。この付近にはかつて、伏せ水海と呼ばれた大きな湖があり、奈良時代には、越中国の国主となった大友やかもちが、古城に船を浮かべて、 都から来た客人をもてなす縁が開かれたという言い伝えが残されており、万葉集にはその時に読まれた歌が複数収められている。江戸時代に入ると、布施水界では、神殿開発による埋め立てによる水田化が進められ、徐々に水域が狭まり、湖水流出口近くに位置する水域の一部が最終的に残り、これが今日の十二丁方の原型となった。 文政年間に書かれた記録によれば、当時の十二町方は、今日の単位に換算して、長さ2 7キロメートル、幅約1 3キロメートルに及び、沿岸一帯には、ハすが生い茂り、開花時は非常に美しいものであったという。明治に入った1870年には、十二町方から流出する港川とは別に、洪水対策のための排水路として、 八幡疎水が掘削され、江戸期以降の埋め立てによって生まれた十二町方周辺の湿原水田は乾電化が図られた。その後1950年代には十二町方へ流入する最大河川である富津製寺川の流路が付け替えられ、さらに十二町方とに直接流れ込んでいた万美川も1968年の河川改修により、関湖の南側を堤防を隔てた形に、 流路変更されるなど、十二町方の環境は大きく変化していった。江戸時代の神殿開発によって、広い湖であった、伏せ水海から小規模な石庫となった十二町方で、あるが、水生植物の種類と数は豊富で、不要性のもの、浮遊性のもの、沈水性のもの、足したような水生植物が自生している。それらの中でも、かつての十二町方では、 オニバスが群を抜いてよく知られていた。12町方のオニバスは巨大かつ、生育数の多さでは他に例がないという理由で1923年3月7日に国の天然記念物に指定されたが、これは1919 19年の史跡名称天然記念物保存法制定から4年後のことで、富山県下で最初の国の天然記念物指定事例である。 当初の指定水域は京都異なり、12町、片上流部の島崎橋から上流方向へ約560メートルの範囲、指定面積は6178平方メートルであった。以来、毎年夏になると、数多くの大きな不要と紫色の花を咲かせて、いたが、昭和20年から30年頃にかけ角度による、赤子の泥の掘り上げに伴い、 泥に含まれるオニバスの種子も影響を受け、また前日した、フッツ製寺川の河川工事などもあって、オニバスは徐々に減少し始めた。植物学者の本田正次は1957年8月、現地でのオニバスの激減や、石湖での泥上げ、物肥料化の作業が毎年行われている等の実地調査報告書を受け、指定当時の状況と現状では格段の相違が、 認められると辞書の中で述べている。現象が続いたオニバスに追い打ちをかけたのは1968年の万小川の河川改修工事で、これが指定エリアのオニバスに大打撃を与えたと言われており、翌1969年4月12日、当初の指定地域である万小川中流部より、下流の12町方の一部を追加指定した上で、 大正12年当初の指定エリアは1971年10月8日に指定が解除された。文化庁文化財データベースサイトによれば、富山県営排水事業により万五川中流域では発生しなくなるので、下流域を追加指定し、保存対策を講じていく旨の解説がされている。オニバス現象に、 危機感を持った地元氷見市では1972年から翌年にかけて12町方オニバス発生地の保護、育成調査を実施し対策の考案を行い、12町方にほど近い氷見市立12町小学校ではオニバス池を造成し、生育を試みるなど保全活動に努めたが、1979年ついに12町方ではオニバスの発生が見られなくなり野生絶滅となった。 12町方水峡公園鬼ニバスの池、2017年9月4日撮影。一時は絶滅したと考えられていた12町方のオニバスであったが、野生絶滅から26年後の2005年、指定地域外の12町方で自然発生した4株のオニバスが確認された。翌2006年には65株、2007年には66株と順調に増加していき、 2008年には、葉の直径が2メートルを超える130株もの、オニバスの自然発生を確認するに至った、十二丁型水峡公園、2017年9月4日撮影。しかし、天然記念物指定エリアでの自生は確認されておらず、氷見市では十二丁型に隣接した古畔2997年に、 整備した十二町型水橋公園の一角に設けたオニバスの池でオニバス再生に向けた育成及び再生の研究が行われている。また、私立十二町小学校ではオニバス栽培が授業の一環として継続され、十二町型でのオニバス育成環境改善のため、地元地区住民らによるがまがり、必死の駆除など、石湖内で増えすぎた水生植物の除去を行い、 天然記念物指定エリアでの自然再生に向けた取り組みが行われている。ありがとうございます。